この程度の鉄格子、なんで壊せない？落ち着け、ノア。力を制限された今の僕たちに壊すことはできない。何度も試したろ。落ち着いてなんていられるか。これを壊さないと、ここを出ないと、ミオは。意外とおとなしいな。炉を破壊する算段でもつけているかと思っていたが、それとも圧倒的な力の差を見せつけられ、すでに定感したとか。何しに来た？ミオはどこだ？あの女ならすぐそばの牢にいるよ。名前でも呼んでやったらどうだ？声ぐらいは届く。なるほど、未だ希望を捨てずにいるか。さっき余興を思いついたと言ったろう。それがどうした？成人の儀だ。察しがよくて助かる。あと一月、食の日にあの女の命はその刻限を迎える。盛大にキャッスルを上げて成人の儀をしてやる。どうだ、素晴らしいだろ。なんと素晴らしい余興じゃないか。おっと、大事なことを伝え忘れていた。命の再生については知っているな。だが例外もある。成人の儀を迎えた者の命は再生されん。貴様！無力だな、滑稽なほど。今のお前たちの力は一介の兵士にも及ばない。こんなただの鉄の棒ですら曲げることができない。お前たちはどんなにあがいてもここから出ることはできない。悔しいか、口惜しいか、それが限界なのだ。思いや夢などというものにすがった愚か者の末路なんだよ。現実という力の前に屈服した敗者なんだよ。なんで、なんで、なんで！もうやめろ！拳がいかれちまうぞ！構うもんか！ここから出ることができるなら、こんな拳なんか！もういい！やめて！ミオ！そこにいるのか？心配しないで、私大丈夫だから。覚悟はできてる。たとえここから出られなくても、私の思いはみんなに渡せたって、それだけは叶ったから。だから大丈夫。
なあ、なんであいつらノアとミオに似てんだろうな。知るかよ、直接聞きゃいいだろ。私たちは死ぬとゆりかごで再生される。もしかしてそのことと関係ある？同一人物って、そんなことがあるのか。わからん。だとしてもなぜこんなことをする。こんなことをして何か意味があるのか、僕にはまるで楽しんでいるかのように思える。そういや、どのメビウスも命を奪ってる時は妙に楽しそうだったな。本当にそう思う？楽しいことしてるやつは笑うもん。あいつ何か悲しそうな目してたもん。バカ言ってんじゃねえ。奴はメビウスだ。俺たちの敵だ。マジで無力だな。こんな鉄格子一つぶっ壊せないなんて。人の力で壊せたら牢屋の手をなさないだろ。当然じゃないか。私たちのしてきたことって無駄だったのかな。無駄なんかじゃない。ノア、思いは渡せたんだ。最初よ、ゲルニカに命の長さが6倍って言われてもピンとこなかった。10年で成人じゃダメなのかよって。今はちょっとでもいい時間が欲しい。何をしている？あ？なんだてめえかよ。どこに行くつもりだ？どこって決まってら。許可することはできん。だと？長老として命ずる。部隊を戻せ。なもんクソくら。今キャッスルが限界態勢にあるのは出てきたお前が一番よく分かっているはずだ。ケベスの時のように混乱に乗じて奇襲するのとはわけが違う。救われた恩義は果たさなきゃなんねえ。時間がねえんだよ。死にに行くようなものだと言っている。あ、ノアたちは我々に託したんだ、思いを、未来を。それがわからないのか。お前は